魔女の使いとされる猫のお菓子に、ケーキはかぼちゃのジャックオーランタンに大変身。見て楽しい、食べても美味しいハロウィンスイーツ。 JR 名古屋高島屋では限定スイーツを70種類ほど展開しています。今日はハロウィン当日、すでに完売になっている商品も。手土産に使えるような焼き菓子だったりとか、そういったものがすでに完売になっている様子です。小袋に包まれているようなお菓子をバラ売りで買っていかれまして、会社だったり学校だったりといったところで楽しむ方もいらっしゃるように見受けられます。こちらの店ではハロウィン限定のチョコレートを各種類10個ずつ買っていった人もいるそうです。皆さんハロウィンはどのように楽しむのでしょうか。今日ハロウィンのこのハロハロパックとパンプキンタルトですね、この2つを買い合わせていただきました。子供が毎年楽しみにしておりまして、やったーって言って万歳すると思いますよ、はい、知り合いの子供に渡すように4つ買いました。ハロウィンはなんかコスプレとお菓子っていうイメージがやっぱ強いんで、ハロウィンだからお菓子食べようかなって。広報の吉田さんは今年のハロウィンは二極化しているのではと感じています。従来通りお外で仮装だったり外でハロウィンを楽しむ方も一定数いらっしゃると思うんですけれども、一方でコロナ禍で根付いたお家でハロウィンの楽しみ方を継続して楽しまれる方も一定数いらっしゃいまして、なのでお外で楽しむ方とお家で楽しむ方と二極化傾向にあるのではないかなと踏んでおります。